そう Wi-Fi が重いそう家にいる時はね w i f i つながってるからさあのー、その w i f i もマンション共有っていうの、まあ、よくあるやつだからだからねこの時間9時になるとめちゃくちゃ重いんですよみんな9時になったらなんか見たりするでしょこう YouTube だと動画配信が9時から始まるこのショールームもそうよ9時からこう配信始まるだから9時から配信を見たいっていう人がやっぱ多いからそうそうそう そういやまあもしかしたらこのマンションの中に私と同じように9時から配信 YouTube だろうが何かしてる人もいるかもしれないけど <laughs> おもろ <laughs> まあどっちにしろ w i フ f i はこう混雑するんですよねなのでどうしても重くなるどっちかというと受信側の方が重いから多分見てる人多いんだろうけど まあねこう夜ご飯とか食べ終わってお風呂入り終わってもまったりする時間とかさテレビ見る時間とかさやっぱそういう人が多いのかもねゲームやるとかさ知らんけどねということで昨日は改めましてカフェロッチありがとうございましたえーまあ、見に来てくださった方えー、裏配信を見てくださった方まあちょっとどっちも見れなかったけどすごい。 間の放送を楽しみにしてくださってる方。皆さん、本当にありがとうございます。そう、昨日もちょっと話したんだけど。あの、間については。その。本編を見てない方の方が。多数派なんですよ。<laughs> なんか、その。なんていうの、劇場公演って、D. M.、MM、M. で見ようと思えば見れるじゃない。あの。とか劇場。でね。 なんかそのライブ配信してるからさこうどっちかというと興味ある方の中で見てなない方の方のが少数派ただ今回に関してはまずま、まあ、間違いなくとまでは言わないけど多分見てない方の方が多数派なのでちょっとせっかくだからねところどころお話もしたりしてるんだけど、まあ、ちょっとネタバレにならないように話したいなっていう気持ちがあるので。 そうちょっと他のメンバーがねどんぐらい言ってるかはわかんないんだけどちょっと私的にはそううしようかなって思ってて思るところです、まあ、どうせ「愛ンで放送されるだろうしちょっとどんぐらいの尺放送されるのかわかんないけどまあ触れられるのでなのでそうそうそう。ね、裏配信でもさ それなりに多分全然分か私どんな内容か知らないんだけど多分それなりに触れてたと思うんだよこの子がこういうことやっててみたいなそうとはいえねな全然多分なんだろう絵が浮かんでこないじゃない <laughs> 合同コントって何な何やったのあの3人が脚本書いたど,どういうコントだったのみたいなこうえ絵がわからないじゃない、まあ、だから放送までちょっと待とうかなっていう思いではあるね、まあ、今すごくホットな話題だから 話す分には話したい気持ちはあるんだけどまあ昨日話したしなそのまあどうせホットな話題っていう点だとまた放送したらホットな話題になると思うのでうんなのでまあそれでいいかなってこうなんか人間私が思うに五感を使ってそう視覚と嗅覚と聴覚 聴覚って言うっけ <laughs> 聴覚って言うっけ <laughs> まあ味覚触覚うんなんか聴覚なんだろう聴覚が何に感じるんだろうまあい,いやまあ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 なんかなんていうのそのもちろんもちろん場合によるけどさ まあ、分かりやすいそういうものだと、まあ、視覚と聴覚でそのいろんな物事を把握するじゃないただその裏配信だけだと口で説明されてるものを頭で補って想像するしかないからまあ五感を一切使ってないわけでしょ <laughs> 目で直接見てもないしその場の場 セリフたちを聞いてるわけではないから、だからあまりにも想像しづらいので、その人が理解をするときに語感を使うにあたって、やっぱこうあのなんかさなんかは百 百聞は一見にしかず <laughs> 百分は一見にしかずだと思うのよねどんだけ聞いてもやっぱその場で見た方が分かりやすいから今百聞分に一見にしかずがなかなか出てこなくて困ってたまあそういうことなんだなのでまあちょっとまあ昨日もねお話 したけれど楽しかったとにかく寂しいなうん充実してましたねあの本当に休みがなくて朝結構早い時間に集合だったの昨日8時8時 8時過ぎぐらいに集合してで、そこからまあ最初はねメイク待ちの時間が長かったから昼前ぐらいまで午前中は8時からずっとメイクとかヘアメイクで他のメンバーのアップを待っててで、そこから現場に移動して、まあ、現場でも愛南の撮影も兼ねてるから、まあ、ちょっと待っててくださいっつって待ち次第。で、あのー まあ説明こうこうこういうことをしますみたいな説明を受けてでまあその撮影の兼ね合いもあるから結構待ち時間もあったりしたんだよねそのリハが始まるまでは。でもう本当に普通に本当に普通にただただまあ説明聞いてまあちょっと撮影してみたいな。 どっちさんが来てそれぞれぞの衣装係とかマイク係とか私だったら小道具係みたいなところそれぞれ回ってコメントしていってそれをアイナで撮影して「じゃあリハです」っつって何時ぐらいだっけな2時ぐらい2時ぐらいからリハーサルをやったのよコントのリハ合同コントのリハーサルやってで どっちさんのコントのリハーサルで結構メンバーがその裏方として小道具出したりとか衣装あ衣装はでもそんなやってないかそのマイク変えたりとかなんかいろいろそういうのも含めてじゃあ転換の部分コントとコントの間の転換の部分をじゃあそれぞれ確認していきますって言ってやってったので。そしたらもう4時半4時半じゃない4時20分ぐらい。 リハーサルが終わったのが4時20分とかでそうで、それまで私ご飯食べてなくて <laughs> あのそうご飯食べるタイミングなくてなのであのー、そこでお弁当をけ込んで <laughs> でそう 4時45分ぐらいにじゃあ控室から準備その裏方回って5時開演そうなリハーサルはだから例えばそのもうやることが終わってる子ケータリング係の子とか多分そういう子たちはもうすでにその裏のリハーサルやってる途中ぐらいからはもう休憩入ってたんだけどその衣装さんとか衣装係とか 小道具係はもうそのロッチさんのコントのリハーサルも月きっきりでやんないと私たちのリハーサルにもならないからずっとやってたのよだからもうドタバタだし普通にコントのリハーをやる時間はなくてロッチさんがロッチさんはだからもうその全体のリハー終わってからも控室でコントのリハーサルやってただからねまあ普通にちょっと時間なかったんですけど、まあ、撮影とかも兼ねててね だからね、まあ、全部の全部の現場全部が全部の現場んあえん <laughs> 全部部のの現現場場がそうだとは言わないけど浦方さんもねその私たちは別に私たちはほら演じてるリハーサルがあるからさなんかあっという間に時間が過ぎ去っていくけど浦方さんだとまあ待ち時間とかも多いわけじゃ,お多いわけじゃない、まあ、なんか準備をしたりとかはするけどさ。 まあ次のこと考えて準備とか、ねまあそれを待つみたいなそういう時間がやっぱ多いからだから <laughs> うんまあなんか普通のライブと違ってねアイナンの撮影があったりもしたからだからなおさらねなんかね充実してたね本当にでそこから 時時から本番で終終わったの7時前に終わっったたの前んだよねだから、まあ、2時間弱か1時間40分ぐらいで終わったんだと思うんだけどそのライブ自体はねでその後もうずっとショールームちょっとだけ出たりだとかでみんなのほらサイン書いてでもうずっと楽屋閉まらなきゃいけないんでつって <laughs> 荷物取ってってでその時バカ頭痛くて低気圧でねバカ頭痛くて昨日の夜。 まあ普通にちょっと力尽きてたのもあったんだけどでそれで「じゃあこのあとアイナの撮影やります」っつってそうでそっから何分ぐらいだったかな1時間1時間もやってないか30分ぐらいか多分多分んんんとねいやあれ昨日何時に帰ってきたっけ1時間ぐらいやってたかも 1>, 弱1時間弱ぐらいそんなんやってないかいやでもわが覚えてないな覚えてないけどそっからそう間のね撮影があって、まあ、全員揃うことなんてなかなかないからさそうなのよねこれで,できたそうやっぱ充実してますよね <laughs> めちゃくちゃ充実してますよね あそう間の撮影はそうそうそうあの普通になんだろうテレビで使うものだからあれだけどまるっと一日うんあそれでご飯もかけ込んで結局鶏肉,鶏肉と米5口ぐらいか。 いや昨日はだからそれで帰ってきた後多分いったん倒れちゃってベッドで、ね寝,転ねね、寝落ちというかもう倒れまして気絶しましてで頑張って起きて11時20分ぐらいから配信したんだったかな記憶ないんだよねだからその終わって多分8時9時ぐらいには終わってたんだけどそう倒れ込んだ後マジで記憶なくてなんかしたっけなみたいなうんそうそうそうねっ そうまあ、なんかそのね多分私の性格上っていうのもあるんだけど結構エンジンかかっちゃうとそのあのがガス欠になるまでちょっと走り飛ばしちゃうところあるので <laughs> そうなのよそうなのそうなのだからさ 結構だからね他のメンバーからしたらね多分ひのちゃん今日めっちゃなんか,なんかめ,め,めっちゃ張り切るじゃんみたいなそうだから他のメンバーからちょっと,ょっと聞けないもん昨日の私って大丈夫だったかなって聞けないんだよね結構ガチでちょっとな今日困らせるじゃん <laughs> 困らせるからさそうだからメールにも書いたけどちょっと空回りっぽくなったかもなっていう不安があって終始ね <終>始 <laughs> ちょっとそれでさいやなメンバーのことだからそれを見て「いやひのちゃんちょっとなんかちょっと頑張りすぎてない?」ってあの頑張りすぎてないというか何だよそのうーんそれでなんか嫌な気持ちになることはまあまあまあないと思うんだけどそうもしそれもしそれでさなんかちょっとねなんかこうこうなんか嫌な気持ちにさせてたら嫌だなと思って。 かといってさ他のメンバーにさ「ねえねえ昨日の大丈夫だった?」って聞くのもちょっとさ <laughs> ちょっとこうねあのー、ちょっとあの答え方答,答えさせるのが大変そうなので結局誰にも <laughs> 誰にも言わず聞かず <laughs> 誰にも聞かずでしたけどだからもう本当昨日はその小道具係も。 もうなんか全力,全力してたね全力で小道具係やってたし全力で合同コントもやったしリハーサルよりもマシマシでねでめちゃくちゃうまかったし <laughs> めちゃくちゃあのリハーサルのうん十倍うまかったんで、まあね、どういうことって思ったかちょっと放送楽しみにしてほしいんですけどそうでラストのやつも頑張ったからそういやまあそう。 どんなことも昨日はね,そのね、まあ、多少なんか反省点はあれど反省点っつったらいいのかなわかんないなでも後悔なくできたからいっかと思ってだからねなんかあんまりちょっと気になるのはその私大丈夫だったはから見て大丈夫だったかなっていうそう一人でそう一人でなんか爆走してないかなっていう不安はあったんだけど。 そうただまあほんと終始楽しかったし充実してたし頑張れたからよかったかなってこんな機会めったにないしねめったにないっていうかだって皆さんありますか <laughs> ありますかもうあの,ー、そのもうよ世に名を知らしめている芸人さんと共に。 コンとしたことありますか <laughs> ありますないでしょ <laughs> だから楽しかったというかすごくいい経験だったしだから正直あのなんだろう本当にマジでアイナンのさそのロッ ちーさんのコントに出ますよっていう企画が発表された時その場にいたんだけど撮影にあの時に呼んでもらわなかったら多分ここまでなんだろうそのここまでいい味出てなかったと思うの自分のね三村日乃という <laughs> 三村日乃というその。 アイドルが愛難に愛難においてのその要素として <laughs> なんつったらいいかな難しいけどでも本当にあの時呼んでもらえてマジでよかったマジであの時ん当にありがたいかったそれが今日までつながってる気がするマジでそんな2ヶ月3ヶ月のことなんだけどさう嬉しかったな 分かんない期待に応えられるものができたかっていうのは何とも言えないけれど <laughs> ちょっとみんなが見てからだねただ本当に楽しかったうんいや話したいこといっぱいあるのよいやいやほんもうガチな話するとガチな話するとっていう別にそんな大事な話じゃないわごめんあの本当に今回のロッチさんのコントに向けて全力を尽くしたって 言えるわ珍しく <laughs> 珍しく珍しくというかなんかあんまりさこのなんて言ったらいいのこ,こうこうこれがこうこうで頑張りましたやりきりましたって言えるものってあんまなくてなんかやっぱあそこでこうすればよかったかなとかなんかそういう風に思うことがやっぱり多いんですけれど今回の,そのロッチさんのコントのお手伝いで。 まあ、合同コントなり、まあまあ、裏方に関してはまあそのとにかく問題なく通すっていうことなんだけどいや本当にやりきった全力を出しきったって思えるのは思いますね <laughs>、うん、だからねよかったうんとにかくとにかくかちょっとねその何ですか燃えつき燃えつき症候群ってわけじゃなくてなて言ったらいいの,その 知恵熱知恵熱じゃないかなんつったらいいんだろう別に熱はないんですけどあのー、多少その頑張りすぎたゲージがね今ちょっと回復するのに時間はかかってるからちょっと今日明日はしっかり休もうと思ってまた6月入ったらあのー、他にも他にもというか今もそうなんだけどずっとなんかいろいろ同時進行でやらなきゃいけないことがたくさんあるのでちょっと明日も休もうと思って。 休むって言いました <laughs> 休むって言いましたってなるんだけど休もうって決めましたそうまあちょっと部屋片付けようかなみたいなうん最近お家にいる時間もそんなになかったので明日はもうまあ今日は明日今日も休むちょっと一旦体を休めようかなっていう気持ちなんかなんかでだろうわかんないけどね 最近ちょっとこうなんだろう考え方行動の原理がなんかちょっと変わった気がするんだよね私なんでだろうごめんこれあのちょっとたまにねこういうのが写ってるこういうのが写ってるのはね「11」の画角がねちょっと広くて <laughs> すいません特に理由はないですなんかさどうだろうショールームで伝わってるかは分かんないんだけど なんかね、そうこううんなんだろうね自分でもあんまり言葉にしづらいんだけどなんだろう分かんないな <laughs> ちょっと分かんないこと言い出してもあれですけどそううん分かんないな <laughs> 分かんないなんでだろう ちょっとね、わ私が分かんなかったらみんなも分かんないんだろうけどでもそれはもしかしたら愛なんでちょっと自分に自信がついたのかもしれないねやっぱ好評なん評価されることが多かったから「アイドルってなんだの?」放送のたびに「たびに」っていうのもあれだけどうんだからそれを経て 自信になってるのかもしれないないんか別にそれでただそれでその怒ることは絶対しないようにしようって心に決めているうんうんなんだろう うん、そうだね自信持ったのかも自己肯定感あー自己肯定感高くなったかもしれないなんか数ヶ月前はボロボロだったんだけど自己否定がでも最近は何か高くなったかも なんでだろうでも以前と比べて間違いなくその今まではポジティブに思考するための思考があったんだけど今はそれがねそのその動きがね減ったね多幸多幸感だ。 幸福度が増ししたのかもしれない私今なんでだろういやまあなんだろう問題は山積みなんだけどさ私にとってこうしたいああしたいに対しての問題っていうのは限りなく無限に等しいんですけれどだけど でもなんか悪くない悪くない日々を送っている気がするいや別になんかなんだろう本当とグータレしてる時はグータレしてるんだけどさ悪くないなーっていう日々なのかもいいことだねあとはそれをね あ,あしたいこうしたいを本当に行動につなげることでもでもねそれもねなんかそのなんだろう言わずで言わずで箱に閉じ込めておくだけじゃなくてちゃんと行動を示すようになったりも行動を示すじゃないわそのなんていうの口に出すようにもなった。ただそっから 先って話なんだけどだからもっと口に出そうって <laughs> もっとしつこいって言われるかなどう思うねこれしたいんですどうなりましたかあれ確認してくれましたかってさあのつどつど聞くのって失礼かなこれ私いっつもいっつも考えちゃうんだよね あのあのちょっとこれどうなりましたか確認してくれましたかどうでしたどうでしたってなんかそうしつこいって思われるのがね怖くてあんまりそういうの控えめになっちゃうんだよね 私はそれが分かんなくて <laughs> いやまあいろんなそうだよねいろんないろんな考えがあるよねだっていろんなパターンがあるからねいやまあなんだろういや立場でものを考えたくなくて立場で物事を考えるよりも人として物事を考えることの方が私は多いからさ純粋に人から何度も同じことについて言われるのってうざいじゃないですか <laughs>。 <laughs> ね、あの何、ー、て言うのお母さんがさ「いいのー宿題やったの宿題やったのやってるよやったのや今からやるの!」っていうあれと一緒でさその立場とか内容とかじゃなくて純粋に何度も何度も同じことについて言われるのってやっぱ嫌なのかなってでもまあなんか例えばその逆で言うとその言われなきゃ覚えてないことってあるじゃない。 その今ちょっとドタバタしてて「あはい」って言ったとてそのことをすっかり忘れてましたっていうことがやっぱ多いからだからそういうのでなんだろうこうやっぱ諦めずにちゃんと人に言った方がいいこともあるしっていうのがまあもっと楽観的思考ができる人だったらもう数値当たる精神でさ「もうわ」ーって言うんだろうけど。 私はねちょっとそこを控えてしまうちょっとした悪いところがあるのでまあ悪いところってわけでもないのかそうまああとやっぱ私はねあの文字で「 やり取りするののが嫌なのこれはあの別にねなんかこう前例があったとかそういう話じゃなくて単純に今話し広げただけなんだけど文字まあうちだったら LINE とかなんだけどさ LINE で会話する時に大事な話を私 LINE でしたくないタイプなんですけど皆さんど,どうですか皆さんメールとか LINE で大事な物事のやり取りするの苦手なタイプですかそれとも顔見なくていいからこう それだけを伝えるためのツールとして有効じゃないですかそれに関しては。その相手の相手の顔をうかがうことがないからメールとか LINE が好きっていう人もいるじゃないきっとあとまあそうだね証拠が残るとかいろいろあると思うんだけど私も圧倒的にそのまあ友達とも会話とかでも顔見て話したいんだよね。 なんか多分文章だと結局さその人に伝えられるものって最小限というかなんかうん別に仕事のメールとかだったらまたちょっと違うんだろうけど友達と会話する時に顔文字とか絵文字とか使ったりするじゃないでもやっぱその私の気持ちがこうちゃんと不備なく伝わるのって直接目を見て喋ることだと思うのよね。 なんかこうニュースサイトとかでもさこうなんか文章の切り取り方にも問題あるんだろうけどそれ以上にやっぱなんかこう発言したことを文字だけに直されるとすごい誤解生むなこれとかやっぱ思うことってたくさんあるじゃないなんかそれと一緒で結構すれ違いがね起こったりそれぞれの相手と自分の考え方の考え方っていうか感じ取り方の。 すれ違いがよくあるからだからあんま得意じゃないんだよね文字での文通文字での文通はもうすっごい頭痛が痛いだわあの文、ね、文字でのやり取りうんいや私はねめちゃくちゃね苦手ですねたださっきコメント見る限りその 文字が残るからやっぱメールの方がいいっていうのはもうそれはもうビジネスのやり方というだよね <laughs> そう先日これ送ったんですけれど確認いただけましたかっていうそれは間違いないよねまあなんか そうだな私だったら私だったら例えば私だったらっていうかそもそも NGT によくあることなんだけどあの直接マネージャーさんにこうこうこうなんですけどっていうのを言ってマネージャーさんがちょっとその詳細送っといてって言われるんですよ <laughs> LINE でそうだからだからねどっちも結構達成しちゃってんだよね私にとっては 例えばなんかうーん大人たちを説得しなきゃいけない場面があったとして LINE で長文を送られるよりも私だったらね私だったら LINE で長文を送るよりも直接その直接目を見てプレゼンした方が効果があるんだろうなって思う気がする私だったらなんかなんだろう 文章だとさこう疑問点とかをわざわざそのキャッチボールして返さなきゃいけないけど直接その場にいるんだったらその「あもうちょっじゃ待って今どういうこと?」って聞けるじゃん。ねそうだから文章よりも対面で話す方が好きだななんか。 お仕事関係に関してもプライベートのお友達関係にしてもうん何だろう別に文章でもちゃんと伝えたい要点は伝わると思うの私だったら私だったら <laughs> なんか自己肯定感高くなりすぎてるないやそれはごめん違う今のは面白いかなと思って言っただけあのまあまあ私の 語彙力ならちゃんと文章要点が伝わるようにおしゃべりできると思うんですけれどもおしゃべりじゃないわえとちゃんと文章をねこう作って理解できるものが送ることができると思うんですけれどもいやまあでもなんかさその話の込め方とかここがこう。 これだから私はこれをやりたいんですみたいなそういうプレゼンとかでやっぱなんかなんていうの文章だけじゃ伝わらないから うん、これはでもなんか双方ともにメリットとデメリットがあるからなんかいろんな意見がありそうだなうん 面白い実に <laughs> 実に実に面白いえ <laughs> ちょっとドラマは私世代じゃなくてあんまり分かんないんですけどなんだろうなんかこうさまあ昨日の。 アイナンじゃないわカフェロッチのさ裏方のお仕事をしてても思ったんだけど今私たちはアイドルっていう特殊な職業まあまあ特殊だと思うのよどっちかというとさ一般的に見たら特殊なお仕事だと思うんだけどアイドルってまあでもアイドルって仕事と呼べるのかっていうその仕事なんだけどさ間違いなく仕事だし私も仕事と思ってそのちゃんとねそのお仕事だと思って仕事をしてる。 一応なんだろうちょっとしたプロ意識みたいなのはしっかりあるつもりではあるんですけれどやっぱこう何て言うのかな一般的に見たら仕事っぽくなないいじゃないですか何 <laughs> <laughs> だろう例えばそのあんまりなんだろう取引先,との取引先への営業とかさうん企画のプレゼンとかなんか。 会議とかさなんかそういうのがあるわけじゃないし毎週投稿して投稿じゃないわごめんなさいそれの時点でもうちょっと学生すぎるあの出社してね毎日出社してで残業してみたいななんかそういうのがあるわけじゃないからなんかそのわかんない私が将来どういうものをするのかわかんないけど例えばじゃあ一般企業に就,就職したとして私は。 一般的にお仕事ができるのだろうか。っていう不安がね。疑問点として上がってきますよね。私は。私は。私は。一般企業にも通用する力を持っているのだろうか。っていう疑問点。 なんか自分的には例えば私就職の面接就職の面接就職就活就職活動をしたことないのでわかんないですけどなんかよく就職活動難しいいって言うじゃないですかその場合なんだろうなんか妙に私ね現実を知らないので。 なんかオーディションと同じなのかなっていう <laughs> オーディションと同じ感じなのかな例えば私とオーディションだったらあのー、まあ見出しの整えるとかそれはもう当たり前のこととしてさそのハキハキと喋るとか目を見て話す笑顔を忘れないとかまあそういうことを だったらまあできるのよ、できる自信があるのよ。な <laughs> 多分それにプラスしてきっと自己 PR が主じゃない。でなんかすごいよくよく聞くのはさなんか自分その自分であることにおいて特別を生み出すことが大事。例えばうん我が社に就 「我が社に入社することによって得られる我が社の利益とは」「あなたが入社することによって得られる我が社の利益は何ですか?」っていう言葉に対してなんか他の人が言わないようなことを現実的かつ理想的に語るべきみたいななんかそういうことなんかねできんじゃねって思っちゃうんだよな本当に。 世の中なめ腐ってるよね私そうでもやったことないからさ通用するのかどうかが気になるよねだってさ バラエティでさ急にさミュージカルやってくださいって言われてできる即興性と対応力を持ち合わせているんだ <laughs> アイドルはアイドルはというかそれに関しては私だけどだってアイドルって即興で MC で喋るしまあ滑ったとしても滑ったことを笑いにとるくらいにはさ対応力と即興力に。 長けてるじゃないできるんじゃねって思っちゃうよねほんとなんかその常識力がないアイドルってまあそれなりにいると思うのそれが強みになるからさ配信者さんとかでもその常識の範囲以外でこう楽しいことをするその別に法律を破るとかじゃなくてさなんかその「えそれ知らないの?」みたいなメンバーもいっぱいいるじゃんその言葉知らないのどうやって生きてきたのっていうようなタイプの子たちうん。 ななんか私はそういういいのでもないまあなんかよくあの本当知らない言葉を知らないうちにあの知らないように使ったりとかもしますけれども全然しますけれども <laughs> あのー、そうなんかちゃんと常識力もあると思うし私ね <laughs> 自己肯定感高める配信そう常識力あると思うしまあ発想力も別に申し分ないと思ってはいる。 やなんかやっぱ就活できる気がするんだけどなどうなんでしょう謙虚者が謙虚さが足りないっていうかないや謙虚はねめちゃくちゃ大事だと思うんですけど私その謙虚すぎるっていうのもだいぶなんだろう不利不利というか。 なんか全部「いやそんなことないです」「そんなことないです」「全然もうそんなことないです」っていうのってなんか積み重なってくるとさ早く認めろよお前自分のこと認めてあげろよってなるじゃないですかだからそこもね難しいですよね私配信で最近はねあんまり謙虚すぎてもつまんないかもなって思ってねそういう考えをね できるだけ減らしてるんです。なんかそれなりに人間がつがつしてた方が面白い生き方だなって思って。生き方というか。面白い。人。だなってなる。なんかさ、その、いや、それが個性になればいいのよ。何があ、何、何事にも、いや、全然私なんてそんな。 いや全然それ皆さんのおかげですからいやいや本当にそんな私は何もしてなくて本当にお茶ついただけだみたいななんかそれはそれで謙虚すぎる人間っていう面白さがあるんだけどさなんかねそこまでじゃないんだったら別になんかこうなんだろう例えばさこう偉い人たちと話してる時っていうのはそれはそれで大切だと思うんだけど特に配信なんてさその私が。 ひのちゃん可愛いやでもありがとうございますいやでもほんとそんなもう全然私もうなんか、まあ、やっぱもっともっと上手い人ってやっぱいっぱいいるんで全然もうほんと私なんてそんな、はい、ありがとうございますでもそう言っていただけるだけでほんとしくて「ギフトありがとうございますあ,嬉しありがとうございますいやもう本当に大丈夫です大丈夫ですそんなもうの本当いらない大丈夫です大丈夫です」 あ,ありがとうございますみたいなさ何か何かんいっか何かうん何だろう別にそれがダメとも否定もしないけど何か私はそうじゃないなって思いましたねうん何かあるあるだなっていう <laughs> そうあるあるあ,あるあるネタかななんかうんなんだろう唯一無二ではないよなって思って最初は私もそうだったよ多分あのドラさんのね候補者の時もショールームやってたんですけど その時は多分そんな感じだった。ん度かさんありがとうございます。あいや、本当にごいや、ごめん、そうでもないな。なんか最初からガツガツしてたな。いや、私は NGT 新潟に恩返しがしたくて、NGT48 入りたくて、今回のドラフト3期戦も応募しました。って言ってたわ。ごめん。思ったよりハキハキしてたかもしれない。緊張はしてたけど。っ、うん。そうだね。<laughs> うん、ちょっと思い出してみたけど、多分ね、しょっぱなからそんなこと言ってた。 はい本当にいや私はもうこうこうこうでいやショールームもこうこうこうでみたいなだからさっき言ってたみたいな謙虚さはむしろ謙虚であれって言われてたかもしれなな親にもうちょっとちょっとなんか謙虚さアピールした方がいいよでも謙虚さもアピールもするもんじゃないしなーってねえ謙虚の大義語って傲慢傲慢かな 傲慢だとしたら傲慢ではないな私これが傲慢だったりするかな <laughs> えね <laughs> 傲慢自分のこと傲慢だと思ったことはないな傲慢とは高ぶって人を侮り見下す態度である人 あること傲慢大義を謙虚減り下って素直な様子ほかに学ぶ気持ちがあることなるほどいや私思い上がった気持ちで人を見下してないよねたまにそのたまに言ったりするけどそのアンチに対して一旦神の気持ちになってみたっていう私のねあの私のそういう <laughs> 私のそういう 対処法はあるにしてもうんない信じるぜ信じるぜよ <laughs> 信じる信じるぜよそうそうなのよそう <laughs> ファンのからファンの方から見たらもうフしのすべて尊いってなるからさ。だからちょっと盲目になったりするかもしれないけフ わからんぜわからんぜ全く私のことを知らない人から見たらこの人なんか傲慢だなって見えるかもしれないどうしようどうしようんうん どううだろうなまあ気をつける <laughs> 気をつけることを忘れなければなんとかなるか <laughs> ねいやうんいやうん なんだろうこう私の性格だと一歩一歩外れたら自分勝手になる自分中心自分勝手になりがちな性格だと私は自分のことを分析しているのだけれどなんでかっていうとこだわりが強くて頑固で自分の気持ちをちゃんと 発言できるからこうはたから見たら強制的に自分の気持ちを押し付けているようになってしまう恐れがあるっていう自己分析があるんだけどまあそれも結論にたどり着いているからいつもねそれは多少気をつけているんだけど。 そうやっぱちっちゃい頃とかはやっぱなんだろうなそのうーんなんかあんま記憶もないけど自分の好きなように自分の好きな世界で生きていたからちっちゃい頃ってほんと幼稚園とかねだからまあ何かしら多分自分勝手なことやってたんだろうなって思うことはよくあるけど。 まあそうならないように最近は言葉の使い方なんだろう文法同じ発言の仕方でもこう伝え方を変えたりとかうん。 一応意識はしてるんだけどねただ結局意識してるだけでさそのなんだろう相手にちゃんとその意図が伝わってなかったらそれってもったいないというかね何何ていうのその何てうのこう気にかけてないに等しいわけであって。 どうだろう多分え、人間ってそんなに自分のこと分析するのかな私ってこうこうこういう人で、こう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 こここういう短所があって、こういうこうこういう長所があって、そうやって羅列するもんなんだろうか。ま、でも、会社の面接でも、あなたの長所と短所を教えてください。また短所に関しては、また短所に関しては、それに、 している対策を教えてくださいみたいな面接絶対あるもんね いやっぱそのいやちょっと分かんないけど <laughs> めっちゃ適当に言うけどだって短所に対しての解決策って今後会社で取った上で問題が起きた時の改善策と同じ考え方になるわけじゃない聞かないのか聞かれそうなもんだけどな みんなだったら短所と長所なんで答える？<laughs> うん。受験さんこんにちは。<laughs> 私だったらね私いつもなんかプロフィールカードとかにさ <laughs> なんかそういうのに書くのは長所が温厚度胸があるで短所がまあ三日坊主かな三日坊主かうーんまあ3日坊主かな なんかまあそうちょうどいいところをつくとなるとそう三日坊主に対しての対策って言われると難しいんだけどね三日坊主とはいえどもまあもちろん短所は長所にすることができるっていう風に常々思っていますので三日坊主とはいえその3日の中で私は集中を切らさず物事に。 集中を切らさず物事にえー、<laughs> ちっあっ名声通したわあの集中を切らさず物事に打ち込める性格だと思っておりますうんはい がなななかかか出てこなかったまあ実際そうなんだけどそう短期集中型というかなんか短い時間だったら短い時間だったらっていうのもあれだな長く続けるのがそんなに得意じゃない長く、うん、継続する力があんまりない毎日アイドル700何日やってるやつが言うことじゃないかもしれないですけどあんまり継続する力はないよ もう私はうん <laughs> あまり継続することないよ毎日アイドル770日<笑><笑>ああとまあどっちかというとそうだなうんあと同時に進行できない一つの物事に集中してしまう長所と短所を同時に説明するなら私は 長所ととししままては、えー、一つの物事にかかりきりききでで集中すすることができます例えば一つの動画を完成させるってなったら動画の撮影から、えー、完成に至るまでほぼ休みなく最後の最後までやりきることができるのですが二つのタスクを同時にやれと言われるとどっちから手をつけていいかわからず。 最終的にどっちも中途半端になってしまうということを恐れて結局やらないっていう選択を今までとってきがちでしたそれに関しましては優先順位をしっかりとつけ一つ一つ時間をかけてやりきるというのを意識して行えば仕事も納期にす間に合わせてやっていけると思っています <laughs> ちょっと敬語ボロボロですけど。 はいいいんじゃないですかどう今の分かんない別に今就活 <laughs> 就活就活に関してはまあ多分マイナスになるようなことを言わない方がいいと思うんですけど今のはまあまあまあ例えばの話なんだけどね。 まあ実際結構私は今でもやらなきゃいけないことが山積みになってるときにどうしても逃げがちなんですけどちゃんと t u j ー・リストつけて一個ずつやっていこうって自分落ち着けてやってるわうんあれ私今就活してる <laughs> 今私何百人の視聴者さん相手に就活してるかなもしかして なんかさ私は実際就活したことないのでわからないんですけど実際あるのかどうかね「無人島に一つ持っていくなら何を持っていきますか」理由を理由とともにお答えくださいみたいなよく聞くんですけどでなんかそのなんだろう模範回答としてはさ <laughs> いろいろあるじゃないなんかこうこうこういう理由でナイフがいいと思いますとかマッチがいいと思いますとか。 無人島に一つ持っていくならどうだろうなうんちょっと真面目に考えてみよう「無人島に一つ持っていくなら」うんえまず前提として「無人島に永住する気なのか」 それとも無人島から帰還する目的で無人島に行くのか聞きたいよねまずでそれぞれのパターンにおいて模範解答を用意しとくとかどうですかね <laughs> やだな小賢しいわやだやだでもなんかさむずいよねでも永住するとしたらさその永住しに行くのとさ だって無人島に一つだけ持っていくっていう前提があるっていうことはわざわざ無人島に行こうとしてるってことじゃん。ってことは永住できる無人島の島ってことは他にもそう思う人がいっぱいいておかしくないじゃない。<laughs> ってことはもうすでに無人島に今まで永住しようと努力した人間たちの残りが残りが。残りが 残りが香りやそれはその落とし物残り物たちがあるかもしれないじゃんみんながそれぞれカッターを持ってきましたマッチを持ってきましたみたいなってことはもう生活必需品必需品は揃ってるかもしれない揃ってなかったとてしてもとてしてもだってと,としてもあのー それだけ永住しに行けると思って何か持っていくならっていう考え方なのだとすればその目的地である無人島に水飲み水や食べ物果物があるっていうのはもう大前提じゃないですか。<laughs> 前提多いいとそれいやまあちょっ違違うね違うね 違うちょっと考え方で今考えてますけどってなると私なんだろうなやっぱいやでも電気ないしな電気ないからスマホ持ってっても電池消えたら終わりなんだよな永遠に答えが出ないんだろうな 結局でもアイドルだったら私は浄水器って答えるな <laughs> アイドルだったらうん浄水器って答えるアイドルがアイドルアイドル三村比奈として無人島に何か一つ持っていくならって聞かれたら浄水器って答えるなぜなら私がしずくちゃんだからでも 面接だって聞かれたらで今の条件の前提を話したとした上で結局ナイフに行き着くのかなでもナイフはもしかしたらもうあるかもしれないからな生活必需品なんだろうね答えは永遠に出ないないつか正解が出るあドラえもん <laughs> 絶対に2番戦じなんだけどドラえもんだなうん正解が出たドラえもんです無人島に持っていくのに一つだけ必要なものはドラえもん正解です何でも出してくれるあの子はあの子ドラえもんのことあの子っていう人なかなかいないなうん ドラえもんだったら食べ物も用意できるしうん何でも出るよこう原住民の方に会ったとしても翻訳こんにゃく使えばうん話せるしなんかいらないそんな足りないものはできたらどこでもドアでスーパー行けるしうんしかも話し,相手と話し相手としてもね優秀ですよドラえもんは。 充電っているのかなドラえもんって <laughs> 電気ないと動かないとかあるかなドラえもんちょっとドラえもんの構造的に充電してるのは見たことないんだけどうんでドラやきはだってスーパーに買いに行けばいいじゃん <laughs> マジですでも全然買いに行けばいいし そう。二人いれば。寂しいことはないでしょう。<笑>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 ね。じゅんじゅん。うん。<laughs> <laughs> はい。っていう。無人島の話。<laughs> いやまあ、永住するとしたらの話例えばそのあーやばい日本沈没したもう私しかこのあ日本も沈没したし世界も沈没したもう私しかこの世にいないどうしよう無人島に住まなきゃいけないただここだけに残った本当にこの世界に私一人しかいないでも無人島ここだけは残ったんだ土地としていける 神様が何かを一つだけ与えてくれるってお告げが来たうん迷いに迷った末何を選択するかって言ったらドラえもんでしょもうもうドラえもんじゃんそれに関してはね前提の今ちょっといろいろ付け足しをしましたけどそれはドラえもんでしかないよなだって神様が用意してくれるっつうからうんうん まあその場合ちょっとスーパーがあれですけどいやでもそしたらなんか異次元のさ過去の、まあ、ドラえもんだったらタイムマシンで過去に戻ってスーパーでドラやき買ってこれたりするしあもう無限大だわあもう絶対ドラえもん正解です <laughs> あコミックスが置かれそうやだー わトンチが効くタイプの神様じゃんそんなそんな何でもありの世界で何でもありだからっつって「ドラえもん欲しいです」ってコミックス置かれるのめっちゃやだわ本当にやだわそれ <laughs> めっちゃやだわなんでそんな <laughs> そういうとこでちょっとなんか頭使わないでよ いやでもなぁリアルリアルな話リアリ全くリアルな話じゃないんだけどリアルな話本当にこの世界に私しかいなくて娯楽も何もかも失せて無人島に一人だけ暮らすってなったら生きていけないよね無理だよね何を元に何を生きがいにして生きていくべきなんだろうね無理だよねなんかよく漫画とかであるじゃないですかもう 一人にそっからどうにかなっていく話でも冷静になって冷静になるよう冷静になって考えることでもないんだけどさこう普通に考えてどう生きていけたいいかわかんないよねだからそこでよし生き残った 頑張って生きていこうって思う人はだいぶ楽観的ポジティブ思考ですよねうん私は常々言っている通り表現することが生きがいなので表現者でありたいからね表現したとしてもそれを見てくれる人がいなかったらそれは表現として成り立ってないから生きがいがないなぁ 辛本当に本当に悩ましいねそれは <laughs>。哲学的。っていうかまあ人間人間心理的にも。 大抵の人間はその時点でもう後悔するよねきっと不老不死を選択するか否かみたいなとこあるわいやいや正直不老不死と世界にただ私だけって似たようで全く違うと思ってるのは私だけ結局不老不死ってさよくネガティブにとらわれ 描かれがちなのはさ周りの人がみんなおじいちゃんおばあちゃんになって亡くなっていく僕だけ取り残されるっていうさそういうストーリーだけどさでも僕だけ取り残されようがまたそこからコミュニティを作っていけるじゃない。 ね、でももう世界で私だけはさ本当に私だけなんだとしたらさまじなにも生まないからさ <laughs> そうなんか全然違うなまだ希望はあるよね不老不死の方がなまあならないに越したことはないんだろうけど。 一般的感覚で言ったらさあ無人島で不老不死は一番嫌だねあもう本当に終わってるねそれはもうねもうゲームオーバー <laughs> ガチゲームオーバーかもしれない 面白いななんか哲学的 <laughs> 哲学的答えなんてないから答えのないものを探し求めるのって文系っぽいよね理系はさ事実いやこれなんか偏見みたいになっちゃうけどさ 理系は何か事実をさこう突き詰めていくみたいなイメージがあるけど文系は何か事実をもとにそこから繰り広げる理想とか想像を見つけ出すみたいなとこあるよね。なんかなんとなくだけどさ私はね文系ですねうん。うん なんかトロッコ問題もさあれほんと人によって変わったりするよね選べないよね一生選べないよねトロッコ問題を知らないえっとね例えば うん,なんかこう2つの線路があって2つの線路があって暴走した機関車が突撃していきますあなたの線路の切り替えによってその先にいる線路の作業員の生死が分かれますあなたは 線路を切り替えますかっていう問題例えばこのまままっすぐトロッコが突き進む進むのだとしたら1人の作業員がなくなります1人じゃないわごめん間違えた3人3人の作業員が ななくなってしまいまいすただ変えることによって3人は救われるけどもう片方のトロッコで作業している作業員がなくなってしまいます。あなたはどうするっていうまあなんかこれだとちょっと難しいですけど自分が操作するっていうことだからさなんかそのいろんな種類があって。 本当、まあ、これはんだろうその実際どうとかじゃなくてまあ普通に思考実験なのでその人の考え方でどうこうっていうわけじゃないんだけどそうあのー、例えばその動かす動かさないじゃなくて単純に2つの線路があってどっちを選ぶっていう問題もあったりするうん例えばうん真面目な青年1人 不真面目な犯罪集団3人どうするみたいな <laughs> みたいなそういうやつとかあとは自分のたった一人たった一人じゃない自分の一人の友達自分一人の自分,自分の友達一人と全くた知らない見ず知らずの人5人とか3人とか複数の他人と。 一人の友達どっちどっちを取るかみたいなまあ例えばの話ですけどまあトルコ問題って全部例えばなんでこれがそう触,触る触らないの選択肢だけじゃなくてその,こその線路どっちかを選ばなきゃいけないっていう選択肢。 だとななおさら悩むよねなんかさその犯罪に加担する一応殺人になっちゃうからそのレバーを倒さないっていう選択を取る人はやっぱ多い気はするんだけどでもその,その友達1人他人5人とかだったらでそのそもそもの線路の選択をどっちにしますかってなったらマジで悩みますよねど,どうしようってなるよね。<laughs> うん どうしよう。でね一個面白い考え方だなって思ったのが友達をその友達一人と他人五人の時に友達を選ぶ友達がなくなってしまう未来を選ぶ。 っていうので理由はその友達に顔を合わせられないから <laughs> その5人を犠牲にしてまでも自分を助けてくれて恩はあるけれどもその五人の自分の命に対して5人の命が失われたことに対して。 申し訳なさとかも,うもしくは相手が嫌が嫌るからだから友達の方にして友達はまあきっとそれで納得してくれるだろうっていう考え方を前に YouTube で見てふっかと思って <laughs>。 そっか確かにそうだなって思ってね一つの考え,方した考え方としてめちゃくちゃ面白いなって思ったんだよねうん手前で脱線させる選択肢はないの まあその選択肢がないのが試行実験だからなトロッコのトロッコ問題だからなっていうのとただちょっと前にツイッターでバズってたんだけどトロッコ問題の成功法が分かりましたって言って実際にプラレールみたいなモノレールプラレールモノレおもちゃの電車でその二手に分かれててなんか方法途中で前輪だけ 本来の方向に曲がった瞬間に線路を切り替えることによって後輪がこうこうこうやって走ってて前輪がこう行ってここで切り替えて後輪がシュッてなってキュッて止まるっていう動画を見てバズってたんですけどまあ技術でものを言う思考実験だからそんなん別にあのねあれなんですけど面白いですよね。 実際やってたからさそれがさその考え方としてはやっぱ思いつく人いっぱいいるけどこういうね思考実験においてまあなんかどうにかして脱線できないかなってその双方のねそこにいる人を助けられないかなっていう考えはいっぱいすると思うんだけどさ実際にまあ小規模のねそのおもちゃのおもちゃというか多分レプリカなんだけどレプリカの電車とはいえそれを実際に動画でこう。 何物理もしっかりあってやれるっていうことがすごいよねっていうふうに称賛されてましたねおもろいよねでも調べれば出てくるんじゃないかなトロッコ問題トロッコ問題助かる方法ツイッター動画とかわか,かんないけど出てきそうだけどねうんまあなんかすごいよね 面白い無限大なんだなって。 よかった気になったら調べてみてくださいもうだいぶバズってたのですぐ見つかると思うどん,どんその検索ワードによってはあんな感じだ、まあ、な,なんでこんな話してるのかちょっと覚えてないけど面接の話だその裏方を経て私は一般企業に勤まるのかどうかっていう <laughs> そっから面談の内容就活のね面接の内容とかを話したりしましたけど楽しかった も今日結構長く配信しちゃったありがとうみ来てくれて見てくれてまあこういう話は本当に尽きないし私は好きな話なのでたまに話すけど頭痛くなる人もいるよねきっと <laughs> 頭頭もう何言ったか分かんないよちょっとよく分かんないよく分かんないっつって <laughs> かちょっと頭痛くなりますよね私もそうなんでよくわかります話すのは好きなんだけど聞くのはちょっとわかっ,わかったわかったってなる <laughs> はいということでねえ壇上見ましょう、えー、13位三位新茶ろっさん12位突破球さん11位よしさん、えー、10位トールさん9位東うさん、えー、8位八かおいちゃんさん 7位じち爺さん6位ゆかほしじいさん5位しんいちさん4位べろさん3位ひよりげたさん2位ひろしさん1位たかさんありがとうございますいしょ。ということでありがとうございました。今日も一日お仕事学校部活家事育児その他もろもろお疲れ様でした。また明日おやすみ村。バイバーイ。